教えて薬師丸博士数字や数式にまつわる問題やお悩みに薬師丸が答えていくとかいかないとか次の方どうぞ薬師丸さんこんばんは私たち今いるアイドル週末ヒロイン桃色クローバー ぜーっとのでですす佐々木彩香ですはい薬師丸さんにはですね、うん、乙女戦争を、ねうん、作っていただいたりだとか、うん、あとはこの間の私たちのドームツアーもね、うん、見に来てくださったんですが<う>でも薬師丸さん残念なことに <laughs> あのね車がね あの駐車場が入れなくって最後の1曲しか見ないあっ「怪盗少女」からしか見れなかったって言ってた <laughs> 残念また今度ぜひねライブ頭から遊びに来ていただければ嬉しいなでもね本当にいつもお世話になってますいつもお世話になってますいや今度ね、うん、あの美少女戦士セーラームーンクリスタルの第3期の主題歌で「ニュームーンに恋して」をね歌わせていただくということで、えー、またご一緒できてね嬉しいねしいお仕事でそうですねホントにお世話になりっぱなしですね レコ私たちのレコーディングに来てくださったりとかしてね、うん、なんか会う機会が多くて嬉しいよねい最近さてあの、うん、ここでね薬師丸さんに質問していいっていうことなので何でもいいんですか何でもいいって何でも聞いてくださいってことだったんで私いいですか質問したまさんからはい私玉石詩りから薬師丸さんに質問です、うん、あの私は あの、4年前にショートカットにしてから、なかなか髪の毛がね、伸ばせなくて飽きちゃでね。うんっうん、で、でも伸ばしたいって思ってるから、私は何年ぐらいかかったら髪の毛をロングにすることができますかっていう質問 <laughs> 長かったもんね、ヤ島シん島<う>さんの髪の毛びっくりしちゃった、初めて。ね,ね。アーリン、アーリンのバイブランって言ってかったの。うん、すごいよね。ぜひ、長く伸ばすコツを、ね、教えていただけたらなと思います。 それでは、これからもよろしくお願いします,します以上、私たち今いるアイドル、週末ヒロイン桃色クローバー、ぜーバイバーイはーい。そう、あの夜は奇妙な夜でした。運転手さんがとっても困ってましたね。さて、髪の毛。そういえば、 セーラームーンのウサギちゃんは月の記憶がよみがえった時に髪の毛が一気に伸びてしまい他のセーラー戦士に髪を切ってもらっていましたねあれは浦島太郎的なやつかなということでしおりんもまずはカメを助けよう